おはようございます。画家の小木曽です。第103回の鬼工評会を始めたいと思います。この鬼工評というのは私がなんかこう審査員をしたりとかした時にこういうとこいいですよダメですよとかっていうことを言ったりとか、なんかフラット画廊に入ってなんか展覧会やってんなって、ここあかんなここあかんな、ここいいなここあかんなっていうのを心で思ってるのがドロッと出てしまったという企画でございます。初めて出してみたいという方はこちらをクリックするとこちらに行って、この動画を見て、何もないとこに向かって指差してるんですよ。お送りください。初心者の方は初心者の方で遠慮なく、こう初心者なんでとか、初めて送られてみたい方でプロの方でも何でもいいですよ。ボロクソ言うてくれって言ったらボロクソ言いますし、その辺はお任せ。メールで書いてください。あまり長々したメールは結構こう読むの大変なので、なるべくこうスクリーンショットというのをした時に、1枚などれぐらいかな、文字数400文字ぐらいかな、そこまでいかんかなぐらいまでにしていただけると助かります。では早速行こうと思います。今週は21枚ということで、すごく間違えた、少ないので、のんびりゆっくりやっていこうと思います。毎日楽しみにしてくれてますとかっていうコメントが案外あってですね、全然ほらもう一人でなんか画面に向かって朝3時10分前ですけども、よく聞かれるんですよ。大丈夫ですか、寝てるんですか、大丈夫です、昨日8時半に寝ましたんで、8時半、9時半、10時半、11時半、12時半、1時半、1時半頃来てちょっと編集始めて2時から大学に来てんで、約4時間ぐらい寝てるんです。4時間半ぐらい寝てるんですね。で、それこれ大体毎週録画、ちなみにですね、これちょっとうちの妻には内緒ですよ。マクドナルド食べてるんです。はい、とある M の会社のあれをしてるんです。これちょっと週1回の楽しみになってきてて、うちの妻に見つかったら怒られるんで、皆さん内緒にしといてくださいね。絶対怒らないんですよ、怒る人じゃないので。まあそんなんが楽しみになってるんで、案外楽しくやってます。先々週か8時、じゃあ作品見せておきます、こちらね。先週かな、94回から101回まで80何枚来てだいぶイライラしてたんですけど、今週多分今回すごい機嫌いいと思いますけど、そうか、この、前の日のやつはちょっと機嫌悪かったか、悪いというか夢の話をしてしまいましたね。あんな絶対やらせとまでいかんけど、僕やったらいい水彩紙を使わして、ちゃんとその本当に生徒さんがプロになれるようにちゃんとするけどなーって思う。まあ、はい、やめます。はい、こちらの作品ですが、なんかこう山意外と綺麗ですね。これ、こんにちは、100回達成おめでとうございます。春から信州長野へコロナ疎開。そうですか。毎日山に登ったり、田んぼのあぜ道を歩いたりしています。桜残雪山々新緑と描く対象にこと書きません。今は雪が雲がすごいんです。雲がすごいです。山々が晴れても曇ってもいろいろな雲を見せてくれます。オレンジ色の空、赤、青、紫の空、真っ青な空、最近は入道雲、今回は雨雲かなを描きました。よろしくお願いしますと。先生、怪獣奥様、純不動の幸多からんことをということで、61歳の男性の方ということで、ラジオやりたいとか言ってたら、本当ラジオっぽくなってきましたね。ターレンス、ペティットカラー。ターレンス、ペティットカラーというのはあるんですか？キャンソンの紙だそうです。いやー、すごい空のにじみ方もすごい綺麗ですね。なんかその本当にこれ実体験としてすごい書いてある感じがあって、雲の観察等々がよくできている作品じゃないでしょうか。これ鬼になるの難しいな。なんかすごく手前は手前の山々というのがちょっと平面的なんですけど、それが逆に雲のリアリティを増す要素になっているんですよ。ですごくこう、うーっとして雨雲がわーっとなっているのと、すごくフラットに見えてて、あんまりこう光が入っていないことによって陰影とかっていうのがついていなくて、奥行きみたいなのが見えてこないっていう感じは案外面白いなと。で、向こうの方から光が差しているような雨雲がこっちに来てるのか、向こう側から光が差してきてるのかわからない山の奥に見える白い雲というのもアクセントになっています。これはどっちですかね、初めてなんですかね、この方は。ちょっとわかからなくなりましたが、ラッキーパンチの可能性もありますね。本当にグッドラック賞的なラッキーパンチもあって、案外こういうのは公募展出すと賞に絡んでいける可能性がありますよ。
本当にこう皆さんの作品を何枚も先週昨日出した103回の動画では12枚出されてきた方に相当ボロクソ言うてるんですけども、やっぱちょっとこの即回しての新鮮さみたいなのがもう生で絵に伝わって、でそれがうまくこう表現できたすごくいい例やと思うんですね。で、やっぱ景勝地とかをパッパッとスナップ写真的なのを撮ってそれを書いてしまっているだけやったらなかなかそれって出てこなくて、本当に体現していることがもう生々しくなんか出てるんですよ。でそういうのがリアリティ、リアリズムやったりすると思うんですよ。どうしてもなんかこう写真を上手に写しましたよ的な風潮があまりにもちょっと強くなってきているところがあるんですけども、そういうリアリズムっていうのはなんか本当にその瞬間みたいなのが体現できて、そこのね、あのところに何かをすごく強く感動して、でこの方にはあんまりこうこの絵に関して言うことないんですよ。逆に何枚か送ってきてほしいです。これがラッキーパンチじゃないことを僕は望みたいというか、あ、この方もしかして逆に空に何も雲がない状態のダンとしたものをじゃあどう表現しはんのかなとか、あのすげえこう満開に咲いてる、信州信濃のひまわりとか咲くのか知らんすけど、こうガーっての山とか、そういうものをうわかっこいい感動したっていうのを描けるかどうかというとわからないですが、この作品に関してはほとんど言うことないと思います。素晴らしい作品だと思います。鬼じゃなかったですね。こちらの作品いきますこれアザミじゃない、アザミじゃないね、なんか小つぼみだけ見たらアザミがあに見えたんですけど、すごい鮮やかな絵ですね。これ面白いですね。これこの色どうですか。この方は2回目の投稿です。前回は桃の花を描きましたと。前回の公表では桃の形を見せることを考えて背後を含め絵を描いてみてはどうかというアドバイスをいただいたというか、そういうことですね。それで自分なりに精一杯と、自分なりの精一杯としてコスモスとひまわりをこんな風に描いてみました。4号サイズ透明水彩、一部アクリル、前景中景背景を入れた風景画とか、光の方向を意識した人物画はこれからの課題とさせていただきますということで、いやこのド派手な色を使えるのはなかなかすごいと思いますよ。全く違う、要は黄色の後ろに紫を持ってきて、ピンクの後ろに青を持ってきてっていう、まあ色のこう反対関係、前のちょっと絵も載せておきましょうね。私消えてますけど、今消えましたね。背景のところもちょっと意識して書いてある感じがあるかなと思います。でこれどっちが主役ですかね。黄色ですかね、ピンクですかね、なんか両方が主役ですかね。もう本当にもうなんて言うんですか、主役が2人のドラマなんかありますか。ちょっと今パッと浮かばないですけど、全く同じぐらいタイトルのドラマがあるとしたらそんな感じですよね。でちょっとそうなってくると喧嘩し合ってるんですよ。多分ドラマとかでも12話15話があって、1話1話にはどっちかが若干ウェイトがあるような気がするんですけど、これほんとほぼ同等に主役に見えてしまう。若干そのあたりでなんかこう優劣、例えば今書いてありますけど風景画とか光の方向を意識した人物画とかって書いてますけど、そういうことの方にちょっと注力をしていくと、もっともっと絵の課題って出てくると思うんですね。この背景じゃ多分難しくなってくると思うんですよ。なんかこう順番みたいなのとか奥行きとかっていうのを少しつけられたらいいかなと思います。前回よりはなんかググッと進歩はしていると思います。で本当に例えばもう少しゴロッとしたものを変えてみようかなとか、形態としてゴロッとしてるとか、今その美術業界とかであんま言わなくなって、昔受験の時には本当質感、量感、遠近感、空間、量感とかって言葉ってほとんど言われなくなったんですけど、昔よく言われたんですよ、量感って。でヘンテゴリーンの話、学生とかでサラサラサラと書いてる、例えば浪人生とかおったりするんですね。ダダダダで、やっぱりみんながこう上手ですねってさささ俺上手だろみたいな顔してる人がいたりして、で僕はその人に例えば教えに行ったりすると、まあうまいんやけどね、なんで落ちんやろねなんて話をして、いやーなんでですかねなんていうふうにこう言ってたりした時に、基本的にはそのサラサラと書けることじゃなくて、一番難しいのは僕は量感やと思ってるって言うんですよ。あとは案外方法でなんとかなるんですけど、量感ってあんま方法がないんですよ。でこの人に対する課題ですね。でこう花とか量感っていうのはあんまないじゃないですか、重さっていうね。で量感っていうのを出すのってすっごい難しくて、でそういう浪人生がいた場合とかって電気消すんですよ。
で真っ暗にある程度アトリエして、よしそこからちょっとあの石膏まで歩いて、どこですかどこですか、よし石膏ちょっと、ね、ヘルメスやったヘルメス持ってみちょっと、もう真っ暗の中でもうどこ触っていいかわからんと、で持ってみようと思ったらめっちゃ重いんですよ。それ欠けてるって意味不明なことをよく昔言ってました。だからちょっとそういう実は美術に関してはもっともっといろんな問題提起があると思いますので、例えば屋外で描いてみたらこんな問題が出てきたとか、いろんな問題がで今は本当にこうステップアップとしてはこの感じでいいと思います。ちょっとだから今回はぶつかり合いすぎたなっていうことを少し覚えておいてください。はい、次の作品いきます。こちらです。こちらは油絵ですかね。57歳女性の方、家にあった母の友人が撮影した写真を見ながら描きました。その方には絵を描いて発表しますと了承していますと。じっくりと丁寧に描くことや細かくことが描くことが苦手なので、目指すところは迷わず色彩派と、クロード・モネとゴッホの絵がいいですね。お肉をよろしくお願いします。F65 キャンパス。キャンパスですね。キャンパスって僕がいるところですね。大学のキャンパスですね。その辺でね、暖かくなると草むらの上でみんなランチを食いながらキャッキャッキャッキャしてる中を僕がこうぶーたれながらこう歩いてるという状況が皆さん頭に浮かぶんじゃないでしょうか。油絵の具12色で描きましたということで、素敵なですね。いいですね。なかなか油絵の具らしくても迷わず色彩派ということなので。非常に分かりやすく素敵な作品ですね。で現場に行くの難しかったらですね、花とか鉢の花でもいいですし、ちょっと花を買ってくるでもいいですし、実物見ながら描いてみてください。で、なんでかというとこの一番明るいところに白を全部使ってるんですよ。で、実はほとんどのものって自然物とかの中に白ってあんまないんですよ。水とかの明るいとことかは白かったり、雲とかは白かったりするんですけど、他のものって案外なかったりするんですね。で、葉っぱとかにも白さみたいなのは写真に写すと写りますけど、例えば家に花束を例えば買ってきて2000円ぐらい花屋さんにちょっと見繕ってとか言って2000円ぐらいの花を置いて、それを見ながら、例えば一番明るいとこここやなと、白い花以外の例えば葉っぱの中の明るさみたいなのとかが白く見えたとしましょう。でも自分のこの空間の中で一番本当に白いところはどこやろうと花を見た後に探してみてください。わーと、だから壁かもしれませんし、もっと白いとこあるんですよ。蛍光灯蛍光灯が実は一番白いんですよ。じゃあこれよりはちょっと白い、それよりも花の葉っぱのハイライトでどうやろうって比較をしていってみてください。そうするともっともっと色が見えるんです、絶対に。じゃあ影の中はどうなんやろ、この影やったら、まあ印象派的に紫で描いていこうというところとか、ちょっと木のところは暗めになっていると。でもそれも同じことやってみてください。花束の中で一番暗いとこがあると、ここ暗いなと、じゃあそこに一番暗い、なんかこう緑色やったらビリジャンかな、ビリジャンとちょっと黒混ぜて置いてみようとか、置いてみると。でも空間見てください、一番黒いとこどこやろうとね、分かりません。どっか iPhone のとこの黒かもしれません、髪の毛かもしれません、マイクの黒かもしれません。この黒と、すみません皆さんを指さして、鼻の中の暗い色を比較してみてください。あれ案外明るいなって見えてきたり、あ、もっとこんな色やなって見えてきたりするんです。で、これぐらい伸びやかに思い切って絵の具をのせれる人ほど、できるだけそういう風に本物とかを、写真もちろん使われることも全然否定はしないですが、可能な限り早いうちからそれをやってってください。なんとなく白とか暗い色だんだんと置くとパッとこう差ができるんですけど、色彩派を目指されるならそういう目を養うことをお勧めいたします。はい、次いきます。こちらです。この方久しぶりですね。治りました、骨折ね骨折されたということで、1ヶ月近くね、4月10日の怪我の骨折もおかげさまで完治し、ちょうどあれですね、ジャイアンツの坂本と同じぐらいの復帰ですね。おめでとうございます。娘2番目の孫、現在1歳半、うちのチビとほぼ同じじゃないですか。今年の5月子供の日に金太郎の服着せたら、ハニカミのポーズが可愛くてパシャリと、恐竜ちゃんと学年が一緒ですね。本当ですね。うちのチビはだから令和元年生まれですよ。令和元年生まれなんですけどね、普通はね、少子化対策とかうんぬんかんぬん、あんま政治のこと言いたくないですけど、令和元年生まれを目指す日本の国民の人たちは多いだろうと僕は予想したんですが、全然多くなかったですね。うちのチビ
長男は令和元年、次の子は令和3年生まれということで、1と3なんでね、長嶋さんと王さんですね。ありがとうございます。覚えやすいですね。ということで、何の話してたか、市民権ウィンズ&ニュートンと久しぶりということですね。あんま人物上手じゃないですね言ってしまったあんまり人物上手じゃないなと思いました。いや、もっともっと写真本当にいっぱい撮られて、もうデジカメとかちょっと一眼レフとか、まあスマホでも十分ですよ。あのもちろんこのポーズがバシャッと可愛いと思ったんでしょうけど、あの光の設定が難しすぎて、例えば手の影のところの上げてる影ですね、この影の一番暗いところが一番端に来てしまってるんで、絵描くのは難しいですよ。真正面からボンと光当たって奥に来てると。で、やっぱりこう立体とかを出すためにはある程度側光とか逆光の後ろの方の斜めとか真正面で光やっぱり難しいですし、ちょっとそのあたりの陰影の付け方とか人物は、あ、これから勉強しがいあるんじゃないですか。お孫さんいっぱいおられるのか二人なのか分かりませんけど、多分この人は僕やったら、ある程度僕人生で本当に何度か言ってますけど、留学せんかったことを後悔しているんで、なんかこう自分では選択難しい方を選びたくなってしまうタイプなんですよね。そっちは楽しいじゃないですか。難しいできそうやという想定が常にできてしまうより、あ、こっちは難しいけどできるから違うっていう選択を僕はしていくタイプなんで、なんかこの方は人物を一つのテーマにされていってみてもいいんじゃないですかね。仏公評会である方が、あのお孫さんを書いて、最後にはこの縄の中のお孫さん書いて、もうすごく伸びましたっていう人いましたよね。あれ 3,4 ヶ月ぐらいで あそこまで伸びてるわけですね。仏公評会というのは鬼公評を盛り上げてくれた方に何かあげるという企画で、第2回目がこの間の日曜日、2021年5月の20日ぐらいかな、6月の何日か分かりません、20日ぐらいに、公開されてますが、その方の例えば成長なんていうのとか、電気会社の人と野球チームの下の会長の名誉会長の下の名前が合わさった人っていうのがいるんですけども、その方の成長とか見ていくと、この方もあの風景はすごくお上手なんですけど、僕は絶対に人物行きますね。これはワクワクする課題与えられたなぐらいの感覚で行きますね。なんかあの透明水彩で、僕も実は最近こうずっと作画動画の中で人物をちょいちょい書くこともあるんですけども、自分でもどこに絞ろうかなって、今まではどちらかというとある程度こう例えばドライブラシ的に書いてみようとか、水のにじみはっきり言ってしまうと、そこまで水彩って作品として僕やってなかったとこがあって、この1年間ちょっとで YouTube を始めて自分でやりながらなんか研究とかを進めていってるのが現実なんですよ。で、まあ、一般的に書いてあるような例えばこうベースはこんな紫色塗ってこんなんとかっていうのは書いてあったり、ファーストウォッシュってあるんですけど、じゃあ自分が今後作品としてじゃあどう高めていこうかなと思ってるのが、 YS みたいな透明水彩描きたいなってやっぱ思ってるんですね。でなんかこう全然できないんですよ。今週もしかしてその動画上げる可能性もあるんですけど、で結局ね、僕もまあ46、7で皆さん見てると80をいくつでも伸びてるから、僕やったらもっともっと伸びしろもしかしたらあるじゃないですかね。すみません失礼ですけど、80ぐらいの方はこれぐらいのペースかもしれない。僕やったらもしかしてこれぐらい、若い人このぐらいで伸びていくんですよ。ピュアーじゃ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 、こうなってこうなっていくもんじゃないですか人間って。この方に、あ、虫入ってきよった。この方に関しては人物ちゃうかな、すみません、ちょっと薄いですしね、いやー思いっきりいかないとねっていう感じがしますので、ちょっと透明水彩のなんかダイナミックさみたいなのをぜひ、よろしくお願いいたします次の作品こちら、すみません、ごっつい川入ってきて、窓閉めたら窓閉めたら、あ、ごめんなさい、仏公評会というので、あのずっとエアコンのキーンと音が入ってるんですよ、音が。だからエアコンは消してるんですけどね。こちらの作品ですね、なんかすっごくいいですね。着眼点いいじゃないですか。前回写メ写真添付忘れメールいただきありがとう、気づくのが遅く今回また送らさせていただきました。いつも行く公園、縁の桜の木がカビ菌が生えていて、大きな穴も開いていたのですが、その穴からも枝が生えていたのを見て、たくましくも苔も綺麗だったので描きましたということで、ワトソンサムホール67歳女性、年齢まで言ってしまいました。
鬼公表続けましょう。いいじゃないですか、こういうのですよ。これはいい、私もこれ書きたくなるな。いやいいですね。私やったら後ろの木、特に右後ろの木がいらないか、手前の木に少しかぶせますね。ちゃんとポンとこう一個離れ小島的におるんですよね。もうこいつですよ、こいつで、これがちょっと下のところの濃い色だけでも、こっちが、あ、しまった、こっち側にくっついてたり、こっち側にくっついてたりとかするだけでも離れ小島的におるから、そこに目がいってしまうんですよ。着眼点はエロに惜しいと思いました。そしてその奥の緑の中途半端さも惜しいと思いました。あの影の色の使い方、あの紫っぽい色塗ってるのとかもすごい綺麗ですし、着眼点もいいですし、この離れ小島的なものが少し惜しいのと、全体の流れがこうずーっとこっち側に流れてるんですね。ちょっとだけ反対の動きのものがもう一歩、これもこっち、これもこっち、これもなんかもう一歩なんか影もち、これなんでしょうけども、でもここがなんかっていうのですごく惜しいです。でこの方もせっかくやったら一番初めに送ってきたのがこれですよ。成長してますね。その次かなんかこれですよ。成長してますねっていうのが見受けられたので褒めまくりましたが、今言ってること分かりますかね。あの本当にいい着眼点持って、本当こんなんでいいんです。この前の回でだいぶボロクソ言われた方いたんですけど、僕はもうその方にも今後も送ってきてほしいとは思うんですけど、あのもちろんいいんですよ、行ったところを買い行くんですけども、でもやっぱりなんかこう、こういうところからその人の個性っていうのが見つけ出されていくというか、そうあるべきやと思っているというか、そうじゃないとなんか行った何年か前、何年か前の写真をずっと書いていくという行為に何の意味があるのかなと思ってしまうというか、もうやっぱりその記憶とか肌のなんかこう体現したものってやっぱ薄れていく部分もありますし、でももう一歩自分のなんか着眼点とか目線とか自分の暮らしている街な、何か空気、温度、湿度、音、なんかそういったものとかっていうのを絵にしていくということに主眼を置いていった方が多分面白くもなると思うし、もっとこう無数になっていく、この方多分それができたと思うんですよ。だからこの木をずっと見続けると思いますよ。ちょっと散歩行った時、前書いた木やなと、あれなんかこっちの方に枝生えてきてるとか、なんかね違う見方ができるんですよ。あれなんか公園の掃除してないからすごい枯葉がいっぱい落ちてるとか、あ、桜の枯葉の色めっちゃ綺麗とか、いろんな目線が広がっていく。そうなるとこう無数に画題とかで出てきます。なんかこうすごくいい勉強の仕方をしてます。頑張ってください。最後かなこれが、ちょっと待ってくださいね。ちょいろいろ今回ミスもあるんで、はい、こちらの作品が最後ですね。わあ綺麗、わあいいですね。よく描かれ行かれたんですかね。これどこですか。ダヴィンチの似顔絵を皮切りに6回好評いただきまして、ご指導ありがとうございます。また先生の動画で油絵、水彩、鉛筆、ペン、他絵画の歴史、絵の描き方まで学ぶことができました。卒業制作をしようと頑張、これを卒業制作にしようと考えていたんですね。しかし6月14日の動画で鬼公表継続されているお話で改めて応募させていただきました。作品は水彩画、初めて P20 という大きなものに挑戦しました。細かいところの描き込みや写真を拡大して、見れば不十分ですが、この辺りが限界でしたということで、厳しい好評をお願いしますと。どこの町ですかね、スペインとかあの辺りですかね。非常に、よく描かれていて、厳しいことあんま言えない、いい作品ですよ。丁寧によく頑張って描かれたので、光がこれ全光ですよね。多分手前のところの建物2つ3つがこれ影っぽく入っているので、おそらくこっち側から光がドーン、向こうにドーンと当たってるんでしょうね。で私やったらば一個一個の建物の影強くバン、光が当たってバンってみたいな感じに、コントラストも本当にカラッとした、あーちょっと遠くの風景がこうなんかこうなんていうんですか、平面的になりすぎてしまったかなと。手前に一つのこう、そこを想起させるものがあるわけですよね。あの影に入っている手前があるとちゅうことは全光やなと、にしては平面的やな。でも確かに ほとんど影って落ちてないですけど、どっかに強い影がちょろちょろちょろっと落ちてなかったですか。
私もこういった感じでトレードを昔書いたことあるんですけども、書きながらやっぱりなかなかうまくいかんなと、とにかくこう乾いた大地に光がドーンと真正面からぶつかってるぞっていう時に、やっぱ一番最後に大事にした影の部分でした。そこちょっと強めにクッとアクセントで入れていくと、より光がパーンと光っているという感じが画面から伝わってくるように当時表現できたんで、その絵はどこに行ったんですか、35油絵。もう20年近く前に描いた絵ですけど、私の作品なんてもう山ほど描き続けてきたので、全国世界中におそらく1000枚はあると思います。うん、もう認めましょう。そんなことはバレていると思うんですけども、あります。でなんとなくそういうことを覚えている作品っていうのもありますし、なんかやっぱ光が全光の場合っていうのはどっかで影のポイントみたいなのちょんと、でそれがなんかこう例えば高いものがあったら、それが屋根の上を伝ってる影とか、あこうなってんねやとかっていうのとかのポイントとして押さえてあげたりすると、もっと良かったのになって言うているとどうですか。この作品奥平面的に見えてきませんか。確かに全光やから描きにくいっていうのはあるんですけども、そういうポイントで写真家なんかを見ながら描かれてるんでしょうけど、見ていくと影っていうのがもっと見えてくるようになります。そしてそこに使う色とか、僕やったら手前のとこもっと暗くしますね。そうすると手前が影やから光がボンと当たってる、ボンと当たってるから影がちょこ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 っていうのを描いたらもっともっと良くなりますよ。ぜひ頑張ってください。第103回は以上です。ではすみません、延長戦です。恐竜です。ちょっとこう1枚忘れてましたので、進めさせていただきたいと思います。最後の作品はこちらの作品です。こちらの作品どうですか。お揃いですね。お揃いの洋服ではどうですか。これどうですか。何ですか。にゃーにゃーと言いました。あの素敵な作品ですね。ちょっと読ませていただきます。初めての出品です。千葉の田舎の方に住まれていると。絵本作家になるのが目標、素晴らしいですね。フレーミングはできませんでした。すみません。友達の知り合いの猫が死んでしまったので、私に絵を描いてほしいと頼まれて写真をお借りして描きましたと。剣都市に水彩色鉛筆で描き、あ、はいはい、飼い主が悲しくならないように、メルヘンっぽく仕上げました。手前の結晶はカラーボールペンのシルバーを使っています。スマホをいじりながら私の今絵を見ていますが、保護猫で生まれつき左目がなかったそうで、だそうです。次に生まれてくるときは両目があるようにと左目に光を入れました。僕だったらこうするのになというアドバイスをよろしくお願い。まあ、あんまアドバイスない、素敵な作品ですよ。どうですかね。寝起きです。すごい素敵な作品だと思いますよ。なんか目に星を入れているのとか、もう何も言うことない、もう出来上がっている作品なんじゃないでしょうか。あの非常に綺麗で可愛らしい、もうなんか周りのこの白い線とかもなんか、あこれ銀ですかね。どうしたの、鼻水出た。鼻水が出たそうです。すみません、鼻水が出たそうです。すごい素敵な作品だと思いますので、特に何も言うことないので、ぜひですねまた違う作品も見せてください。これに関して何か言うとまた書き直さんと いかんようになってしまうので、特にこれは本当に言うことない。多分すごく喜ばれると思います。まあやっぱりこう絵本作家を目指されていきたいとなると、それなりのやはり画風とかなんかが必要になってきますよね。あ、すみません、アップになりました。で、あ、すみません、よしよし、自分の画風作風とかっていうのをやはり探していかれてみてください。僕も絵本の一時いろんな画風とかを研究したことがあって、いろんな作家さんの研究さえしたことがあって、やっぱりこの人に頼みたいとなるような画風みたいなのをちょっと見つけていかれてみてはどうでしょうかね。ちょっとそういうところです。非常に丁寧によく描かれた、すごく多分飼い主の方にプレゼントしたら、喜ばれる作品じゃないかなというふうに思います。すみません。私だったらこうするは全くございません。いい作品でした。ということで、103回は以上でございます。では、スマホ一生懸命見すぎています。さよなら。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。